こんばんは、テレビ東京の佐久間信幸です。乃木坂46の和田まーさん、新内舞さん、お疲れ様でした。2021年3月10日水曜日、この時間私、テレビ東京の佐久間信幸が、日本放送からお送りしてまいります。R1 グランプリ、優勝はユリアンレトリーバーで、まあ、ユリアンはさ、もうザ・ダブルから面白かったから、もうコンスタントに面白いネター作ってんなとって思ったんだけど、まあ、僕、制作の人間からすると、もうね、 途中から何つったらいいんだろうスタッフの気持ちというか、裏のドタバタの気持ちが痛いほど分かってる、正直ね、一回目見たとき、ネタに全然集中できなかった。<laughs> <laughs> 大丈夫か分かるぞ。俺も生放送の色をやってたから分かるぞ。今、大変なことが起きているだろうっていう。<laughs> その気持ちでね、まあ、まあ生放送自体は本当大変なんだけど、ここでも一回何回か話、例えば売れる生放送やった時に、完璧に準備してたつもりだったんだけど、 あのー、笑い待ちになって、わどん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 釈放していったりとかっていう、ただを押す感が半端なかったもんね。うん。あんなに素敵な審査員たちなのに。<laughs> <laughs> うん僕あのね、えっと、決勝3組がさ、あんなにちゃんとそれぞれの、にネタとして、あのー、面白いって、まあ、去年の M1 もそうだったけど、あの、近年の賞ーレースでも、 決勝のレベルっていう意味だっすごくいいなと思ったし。まあ、あと、ザジーは別にこうなんつったらいいんだろう。うん。まあ、あクリップのミスは R にせよ。なんか、本当になんか面白い人として認識された気がするから、逆にああいう芸風の人ってさ、面白いけど、バラエティーから出てくると一発屋っぽくなったりするかもしれないけど、もうそういう思い人いないでしょ。そういう意味で言うと、あの3組とも面白かったなと思いますね。あと、クリーピーナッツのバレルが鬼リピーされてたんだけど、うん。<laughs> これは、あ、俺、有吉さんもラジオで言ってたけど、思った。あの、はしゃぎすぎ。<laughs> いい曲を作ってもらったから使わねばっていうね。わかるわーって思って。<laughs> 気持ちわかるわーと思ったけどね。うん。あと、野田クリスタルは、あの、常にちゃんと、あの、何、神の間さんを入れてくるっていう、うん。逆にめちゃくちゃギリがたいっていうのと、あとは、うん、あの、頼りすぎっていう。<laughs> いや、頼りすぎだな。今日言えばよかったな。<laughs> そう、今日ね、言えばよかったということで言えば、今日野田君にもあったんだけど、そうだよ。ということで皆さん、改編突破しましたありがとうございます <laughs> うんうん、もう新鮮に嬉しいよ。いや、俺ね、このき、あの、会見があった後、あの、そのまますぐ仕事だったから、あの、4月以降もやりますありがとうございます。とかって言って、今日1日仕事してる途中ぐらいから、 あれ ?3 年目ってすごくねと思って <laughs>。思って、あのー、いや、俺だって高校時代とか聞いてたラジオでも、あの、俺のんか聞いてた時に、3年目にパーソナリティ行ったら、お、やったなと思ったもんねっていう意味で言うと、それを自分に置き換えたら、改めて、あ、嬉しいなと思って、で、あのー、今日、夕方ぐらい、あ夜かな夜に、改めて感想としても呟いてぐらいなんだけど、まあ、ということで、今日オールナイトの、まあ、記者会見があってですね、 えー、野田クリスタルくんというか、マジカルラブリーが木曜のオールナイトゼロの新パーソナリティになって。これ、単発も面白かったもんね。で、正月やったやつもすげえ面白かったから、単純にただリスナーとして、俺も楽しみだなっていう風に思ってんのと、あと、三四郎うん。三四郎の広角ラジオうん。<laughs> 広角一年目やっぱ面白そうだよな。それ楽しみなんだよな。で、今日ね、朝11時から会見があって、僕、佐久間も行ってて。 で、午前からの会見じゃない。で、まあ、オールナイトのスタッフの連中全員、あの、おはようございます、スタッフ、スタッフ。ここのディレクター、サイトもそうだし、みんな。目が死んでんだよな。<laughs> 完全夜型スタッフが無理して集まってるっていう、あの、大学の、大学のメンバーがオールした時の顔になってる。<laughs> オールした飲み会の顔の連中が、もうみんな、明らかに眠そう。 あと、あのー、ま、あわかるよ。パーソナリティを横並びで見たらね。うん。俺だけほっときすぎ。<laughs> 楽屋に一人で俺がいて。で、あの、ちょっと休みたいスタッフだけ俺のところのソファに来るっていう。<laughs> あの。 多分他はね、マネージャーもいるし、マネージャーもいたり、なんだったら、まあ、メイクさん、スタイリストさん連れてきてるからだろうね。俺のとこだけ俺一人がいるじゃない。そこに、あの、ちょっと暇を持て余した、もしくは休みたい奴が、順繰りに訪れるっていう、<laughs> で、俺のところで一息ついて出ていくっていう場所。<laughs> 空いてるかなどうぞあの部屋空いてるかなっていう、っていうのがあって。 あまあいいんですけど、うん。で、ミクチャで配信されてたんでご、ご覧になった方もいるかもしれませんけど、あの、月曜日、あの、もうな、メンバーね、しっかりコメントするファーストノイカね、うん。素晴らしかったですよ。もう、ちゃんと日本放送との縦のつながり、とにかくつながりを意識させて、横と縦のつながりがあれば終わらないだろうという、ほんとヤンキー気質。<laughs> 縦横のつながりを大事にするファースト様を以下で、火曜日がオールナイトゼロの生放送終わりに目覚ましテレビに出て、そしてそっから会見に出てきているので、明らかにエンジンがかかってない松永 <laughs>。最初の挨拶から <laughs>、もう下りまくる松永と、それを、あの、ちょっと遠巻きに、あの、心配しながら見て、フォローする R してっていうコンビですね <laughs>。 あの、松永は、ある程度喋ったところでもう諦めて、下手の水木器を見てんの、預けるって。<laughs> この話、こんな種は投げたんですけど、面白くしてもらっていいですかって <laughs>。で、こっちも急に、おお、その段階でっていう <laughs>。あの、素材のままくれたらいいんだけどっていう、適当に調理したものもらうっていう段階の松永ね。で、水曜日は、 あの、一番ただの素人なのに、曜日の関係上毎回センターを務める俺。いや, <laughs> いや、マジで。<laughs> 月火、木聞いて、もう超一流というか売れっ子、売れっ子たちがいる中、俺がセンターだからね。うんい。いや、写真見て笑っちゃうんだよ、毎回。で、木曜日が新パーソナリティのマジカルラブリーで。うん。全く打ち合わせをしてないハーレーのボケをかます野田クリスタルに、俺横で見てたからわかるんだよね。うん。あ、なになに って、あの、村上がマジでビビってるって。<laughs> 見たことのないボケ <laughs>。短い時って、す、営業とかでやってきたボケをやるんだけど、うん、いきなり知らないボケをやったから、村上が、んこれどっちどっちボケるボケないは、はれって。<laughs> <laughs> そして金曜日は一部から降格してきた三四郎で、一部から降格してきたから、小宮がかかってて、全部のコメントにか絡んでいくという、あの、あなんて言ったん オールナイトゼロの顔は俺だかを出すコミュニ <laughs> ね、あれ、全部に絡んでったよね、コミュニアのやる気を感じたよ。そしてね、会見の VTR、多分、オリコンサカナカン出してんだから、ね、YouTube に。見たらわかります。何にも用意してきてない間。<laughs> うん、本当にね、間はね、何の準備もしてきてない。うん、ただね、間は全員と仲がいい。<laughs> 間はね、全員と仲がいいからね。あの、表に出たら何にも準備もしてきてないから、ほぼ喋んない。うん。小宮が言ったことに乗っかるだけ。ただね、会見の裏裏でみんなで待ってる時間が全員と仲いいから、いろんな得意って喋りかけて、どうなの最近みたいな。村上どうなのっつって。ガンガン回してんの、ね、裏では。<laughs> あいつ、裏回しの意味間違えてると思う <laughs> うん、多分ね、間ね、俺、裏回しだと思ってやってると思うんだけど、<laughs> あいつの思ってる裏回しは、あの、舞台裏ではすげえ喋るだと思ってんね <laughs> 本当に、うん。舞台裏はもの、ね、よもうめちゃくちゃ回すから、エースようよ、ん。<laughs> あの、始まる30秒前ですとか、あの、なんか、俺のやつスタッフの皆さんが、あの、お静かに、みたいな。 これから記者の方もいるんでいや。特にさ、マジラブはバレちゃいけないわけじゃん。あの、なのに、間が裏でガンガン振るから、マジラブに。わかんない。責任感なのか知らないけど、どうなのあの仕事どうなのとかって言ってて。で、村上と喋ってて。 で、裏回しをね、ガンガン間がしてて、で、明らかにオールナイトの人特に Q を出す金子がイライラし始めて、間に。<laughs> 黙れっつってんじゃんって顔あの、金子がイライラしながら、金子 D が、間喋ってんなと思って。で、その金子のイライラを感じた、ファーストソムオいから、はい、静かにー、つって、全員を黙らせるっていう舞台裏。<laughs> マジでほんと、あの、小学校とか中学校とかのクラスよ、マジで。な、ま こん、もうついにメンバーがぜひ知ってて、ほとんど仕事したことあるメンバーだから、特にさ、だから、俺、裏でも、あの、誰と喋ったんだっけな多分間と喋ったのかなやっぱ間が回してくれるからさ、パーって見て、俺こんなこと言ったら、俺自分もメンバーだからあれだけど、月間も的見て、メンバー豪華すぎないっていう、そのメンバーだからね。だってさ、月曜ファーストフミカーで、 えっと、クリーピーで、二組とももう、だって今年のナンバーワンブレイクタレントみたいなもんじゃん。で、M1 チャンピオンで、三四郎でしょで、村上が言ってたんだけど、もう今日本放送、その、M1 優勝してやっと、ここに来れました。っていうぐらいのメンバーなのね。で、それ、そのメンバーが、あの、裏で、め、キャッ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 はしゃいでたんだけど、で、その時に、いや、これも一部のメンバーだろ、みたいな。これも一部じゃねえみたいな。確かに俺も、 高校の頃聞いてたオールナイトって、2部って、そこで初めましての人だったのよ。あ、え、何の方ですか俺は知らないけど。っていう人だったのよもう全員が知ってるメンバーで。で、間とか、まあ俺も野田に言ったら、いやもう一部のメンバーだよね。つって。そう言って、一部のメンバーいたら、シャレになんないぐらいすごかったって。<laughs> うん、全然、全然叶わなかったっていう。は <laughs> い、うん、はい、はい。ここ一部のメンバーねっていう風に、あの、<laughs> 二部のメンバーっていうか、まあ、ちょ、なん、なんつうの二軍で、これ勝てるっしょーって言ってたら、最強の奴らが <laughs>、上にいたっていう。<laughs> いや、全然違うよ。日本のエンタメ界のトップがいるんだからって。<laughs> どういうことなのあれ。<laughs> 今のオールナイト日本ってどうなってんの 須田星野っていう各ジャンルのトップがいて、アイドルのトップがいて、で、ライナイがいて、で、もうね、下振りが、若手のトップがいて、で、オードリーでしょ信じらんねえよ。<laughs> どういうことになってんだよ。<laughs> いや、そうそうそう。それでね、あの、会見なんだけど、会見で、もう一個だけ、あのー、ちょっとだけ僕が、あのー、日本音声で言いたいことがちょっとだけあって、なんか3日前ぐらいかな。急に、斉藤でいいから、 佐久間さん、10時15分に来てくださいみたいなこと。早くねと思って。11時から会見なのに。俺いつもギリギリでもいいぐらいだから準備もないかな10。10時15分マストでって,ってえ、なんでって言ったら、ああ、あのメイクがあるんでって言われて。え、メイクって。今までしたことないのと思ってああ、でもマストでお願いしますって言われて、もうちょっと早めに入ったの。で、楽屋に行ったら、楽屋に行ったらすげえめちゃくちゃイケメンのさ、メイクさんがいて、もう開いて待ってて。そんなことないから。えー、すみません。で、座って、 あ、メイクした方がいいんですね。お願いしますって言って、メイクなんだと思って座って。だから、ちょっと気遣ってるか冗談まじりにね。あのー、一人だけお,おじさんですいませんみたいな。あのー、一人だけおじさんなんで、あのー、他スターなんで、ちょっとなんか、あのー、疲れてないようにとか、あの、見劣りしないようにだけしお願いしますって、俺が冗談まじりに言ったの。そしたら、メイクさんが、あ、そうなんです。日本放送さんにそう言われてるんで、って言って。ん日本放送さんに言われてる <laughs> おじさんだからなんとか、レベル、レベルを釣り合わせてくださいって日本放送に言われてんだな、このメイクはっていう。イケメンのメイクさんが。あ,あえ、言われてんすかって心の中で思いながら。俺冗談、ジョドン、はっはははって俺、ジョドンにいたから。いや、なんか疲れがね、顔に出ちゃうんですよ。目に熊とか出やすいんだよ、って。そうそう、日本放送さんが言ってました、って。あいつ目に熊が出るから。な <laughs> んとかしてくださいってもうメイクさんに誰か知らないけど言ってんのよ。<laughs> で、 うん。で、えっと、俺も冗談で、あの、そうそう、去年の写真が、すげえおじさんっぽくて、なんか、それがね、あのー、もう、うん、どうかなって話になってんですよ、って言ったら、佐久間さんです、ね、<laughs> まさに日本放送言ってました <laughs> 去年の写真がひどすぎるんで、メイクを入れたから、なんとか頼むって言われましたって言われて、<laughs> 全部言ってんだな、日本放送と思って。で、その後さ、あの、はいろんな色の肌色を、 パレットみたいなとこから取り出して、で、手の甲で肌色を4つぐらい組み合わせて、おじさんの肌色を作ってて <laughs>。おじさんの目のクマの肌色をちょっとトーンを上げる色をなんとか必死に探して、ちょっとずつ塗って、で、本当にクマを一生懸命消して、それで始まったんだけど、それは本当ありがたいよ。それは本当ありがたいんだけど、本当に、なんだ、なんで、じゃあ、 去年の写真とか、ノーメイクでやらしたんだっていう。<laughs> <laughs> で、最後に、会見終わった後に、あの、みん、一枚ずつその、ブース前写真撮るじゃない。ブース前写真撮るときに、日本オースのスタッフが集まってきて、なんかカメラの近くに。で、な、のなんなんだろうって一枚ごとに、いやーやっぱ違いますね、メイクレルとはつ <laughs> って <laughs>。全然違いますね <laughs>。 よくやったな、去年一年。途中で撮り直してくれよ <laughs>。と思ったっていうこともあったんだけど。だから、あの、今年、去年より若返った潜在写真になってますんで。<laughs> えー、ということで皆さんのおかげで無事3年目を迎えることができました。これで4月から脱サラジオをお届けします。ドリームエンタメ脱サラジオということで、引き続きよろしくお願いします。それでは今週も始めていきましょう。佐久間信行のオールナイト日本ゼロ。 改めましてこんばんは。テレビ東京の佐久間信之です。毎週水曜日のこの時間は佐久間信之のオールナイト日本ゼロをお送りしていきます。新エヴァンゲリオン劇場版。皆さん見ました私は昨日見ました。公開初日の広報収入が8億277万。すごいね。緊急事態宣言中なのに。で、月曜日だからね。で、これね。まあ、見たんですよ。見て、いつもは SNS に上げるの。 それは何でかって言うと感想を、それを参考にする人もたくさんいるって言うから、で、当たってほしいし、と思ったんだけど、難しい。どういう風に感想を言ったら、セーフなのかがもうわかんない。もうわかんないもんね。なんか、ネタバレポリスがここ最近でも多いし、うん、何言ってもネタバレだって言われるのが、あの、なんか終わったのか続いたのかとか、もうすらも、なんか言った人叩かれてたから。うん。 東野さんかなんかが、あ見ましたって言って入場者特典の一枚写真を載っけたら、そこにも SNS で、それネタバレじゃないですかって言われてたからね。うん。なんだったら見終わった後のテンションを言うこと自体がネタバレっていう。だからもう怖くて言えないんだよな。あの、ネタバレポリスが怖いわけじゃなくて、本当に真っさらな状態で見てくれた方が絶対にいいから、あ、これはネタバレじゃないと思うんだけど、 あの、振り返りがちょっと頭についてるから、うん、あのー、序波球の。だからまあ、な、あの、見、見直さなくてもいいけど、でも球はもう一回見直しといた方が多分楽しめるだろうなっていうんだけはネタバレじゃないと思うんで、それだけは、それだけはセーフだよ、ね。<laughs> <laughs> いや、本当だよ。これ、 だってさ、出てきた観客の顔色とか、どんな感じだったっていうのだけでもネタバレになるっていう人がいるから、だから、ギリギリに入る人だって、ほんと、マニアは。要は、入れ替えとかで、ロビーで、あの、その観客の顔を見ると、どっちパターンだっていう <laughs>、あの、ジョハのパターンか球のパターンかが分かっちゃうから、それも知りたくないらしくって <laughs>、それで、ギリギリに入るらしいっていう感じだっていうふうに言ってたぐらいだから、それだけまあ、歴史と人気のある作品、 だなと思うこれね、あの、俺、エヴァって、95年だっけ9 ?95 9年とか6年とかの作品なんだよね。俺、大学2年で、で、これ、こんな話、まあ、大した話じゃないから、こんなしたことないんだけど、俺ね、エヴァンゲルのスタッフが、通ってた居酒屋でバイトしたの。<laughs> スタッフって言っても、キングレコードの大月さんってプロデューサーがいて、それ、エヴァのプロデューサーで、まあ 今の映画版は違うんだけどね。テレビのやつた金融レコードったから、それで、新宿の、えー、っと、三丁目の地下の居酒屋、鹿児島料理屋でバイトしててで、そこの常連が大月さんとかで、で、いいよやってんだよ、テレ東とアニメって,って言ってて。んで、なんかね、うん、大変だよ、みたいなこと言ってたの。で、その時は、俺、安野さんは好きだったの。あの、ナディアが好きだから、不思議な海のナディアが好きだったから、だったんだけど、 大学になってバタバタ忙しくて、リアルタイムで見てなくて、でも大月さんがめちゃくちゃ面白いみたいなことを言うから見始めたんだけど、で、その時にアニメマニアのバイトもいて、で、俺がバイト休みの時にわざわざ電話かけてきて、サさん、アンドさん来てますよ、っつって。で、俺は会えなかったんだけど、もう,もう来るよ、来たっていう、まあ、キングレコードに人たがよく来る飲み屋だったんだけど、だからそん、のアニメがエヴァーだったんだなと思っちゃうよね。うん。 あんまり言えないけど、そんなんか、うん。何で揉めてるとかずっと喋ってて、ごめんなさい。その時、<laughs> あ言ってた。で、19だったかなじゃあ、20歳か20歳で、バイトしながら、あ、そうなんだ、と思いながら見てた。それが、この25年ぐらいのコンテンツになるっての思い入れがすごいっていうか、うん。まあ、だから、これ以上は話さないので、一月後とか、そのぐらいにまた、なんか話せる時があったら話したいなと思うんですけど、ぜひご覧いただきたいと思います。で、メールを募集しましょう。 感想で困ったことを送ってください。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間の名義のオールナイト日本ゼロをお送りしていきます。えー、メール来てます。ラジオネームもっぽりさん。会見のクリーピーナッツは、しょっぱな松永さんが早々に話すのをやめて、R 指定が、俺俺話すのって戸惑ってたのが印象的でした。そう <laughs> そう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 。松永すぐね、諦めて、あの、一歩下がったんだよね。で松永さ <laughs> で、R が、え俺俺話すのっていう、出たあの、 ライブは完璧に MC やるのに、最後の関係者挨拶がグダグダな、クリーピーナッツらしい会見がグダグダっていうのいそうだったな。うん。面白かった、あれ。えー、ラジオネーム、すずりの涙。私の友達は喫茶店にもう行けないって言ってました。もし周りにエヴァを見た直後の人がいて、わーっと話してたら最悪だからだそうです。あー、まあわかるわかる。うん、映画館の近くだったら可能性あるからね。 映画を見るまで家の外に出るときはイヤホンを爆音でって言ってました。だからもう、そしたら映画見に行けよ、早く。早く見に行きゃいいじゃん。えー、ラジオネーム、ガグビー。エヴァ、長すぎて暴行が持たないっていうのはネタバレに入りますからね、これね。こ、ま、れ、あ、ネタバレに入りません。2時間34分ぐらいあるんだよね。で、久しぶりにだった当たる映画だから横系も長いんだよね。 予告編、俺は、あのー、ユナイテッドシネマで見たんだけど、15分くらいあって。で、合わせると、だから3時間近くあるからね。でね、これは、もう俺分かってたから、大学の友達のおじさんのラインでもうめちゃくちゃ対策を話し合って。やっぱもう、40代になると、そこやっぱ、ほんと、若者と全然暴行の持ちが違うから。<laughs> しかも、俺やっぱ、エンドゲーム、アベンジャーズのエンドゲーム3時間の時に、 その前に、俺、あの、人間ドック行って、バリウム飲んじゃった後っていうの、下剤飲んだ後の、あの、エンドゲームで、一回、エンドゲームを見るのを頓挫するっていう <laughs>。実はやってんのよ、俺 <laughs>。あの、エンドゲームのチケット取ってたのね。取ってて、東方シネマズまで行ったんだけど、バリウムを出すための下剤が強烈に効いてきて、諦めるっていう、エンドゲーム <laughs>。 で、俺チケット代無駄にしてんだよ、一回。だから、それがあるから、エヴァは、もう、まあ、昨日見たんだけど、その当日の朝からもうカフェインはやめた。カフェインとお茶はやめて、会議も全部水にして、で、大学の同級生ならいいんで、エンドゲームの子鉄は踏むなってみんなで、ね、話し合いだから、<laughs> そしたら急に大学の友達が、 あの、尿意になったら、首の下のツボを押すと尿意が止まらしいって、試してかってって言ってたってめて。<laughs> 本当に。で、俺、あの、なん、なん、まあまあ、1時間半ぐらいで1回尿意が来たところに押したもんね、俺。<laughs> 首のあたりを、急 <laughs> に押しながらやったけどね。でもね、本当に皆さん気を付けた方がいいと思うんですよ。2時間34分あるんで。はい。えー、ラジオネーム、梅くん。エヴァもそうですけど、 今、同じくらい進撃の巨人もネタバレ絶対 NG だと思います。最終話が掲載される来月や、機内モード、オフにしとかないと激ヤバです。ああ、そうだよね。これは、まあ、俺も言えない。138話だっけ ?138 話だと思うな。139話なんのかな ?138 話が、ツイッターのタイムラインに上がってきた時、俺もそれ、一回、もうすぐツイッター閉じたもんね。それで、あのー、もうマガポケを買って、で、デジタルで、 もう、早めに読んじゃおうと思って。で読んだら確かに、これは、はん、絶対話しちゃいけないと思ったんで。でも俺、コミックスまで我慢で、黙ってられるかな来月最新話見た後。それちょっと、でも、な、さっき、ツイッターのトレンド見たら、ゴールデンカムイとかも、なんか、この最新話が結構ネタバレできないとかって言ってて、だからそういうのがどんどん進んでんだよね。怖いよね。でも待って、呪術廻戦とかはさ、 誰がどう死ぬか分かんないから、もうそのネタバレがどうか分か,もう分かんないんだよね。娘と、娘が呪術改戦大好きだから、そこをいつも、娘がネタバレしてくんだよ。先にデジで、あの、あのジャンププラスで見て。今、なんとかが、俺もここで喋ると、ネタバレの中で言えないからや、やめて、やめて、やめてっていうのをやってるからね。あのー、今週ね、そのエヴァの話以外に、もう会社辞めるじゃないですか。 で、会社辞めることになって、今日、退職手続きとかをしてきたんですよ。だから、保険証は、あの、返さなきゃいけないですよ、とか、そういうのを説明受けてて。で、まあ、おかげさまで、あの、先週発表したから、いろんな方から、まあ、おめでとうございますとか、あの、これからも仕事しましょうって言って、みんな、本当にみんな、おおむね、好意的で優しくてさ、ありがたいなと思うんだけど、で、みんな、 コロナが落ち着いたら送別会やりましょう。そりゃそうだよねっていう。で、先輩とかも送別会やろうよって言うんだけど、まあまあ、そのね、大規模の送別会はもう全然できる状態じゃないから、本当は落ち着いたらやりましょう。じゃあ少人数でどっかでご飯食べるぐらいっていう。まあ、それもじゃあ緊急事態宣言明けたらぐらいの感じで、だから本当に静かな感じのなんだけど、その中でも一人だけ、一、まあ、人だけっていうか、これだけは送別会どうしてもやりたいっていう人たちがいて、それが同期なのね。まあ、会社の同期。 うん20年一緒に働いてる。で、制作に1年目で AD で入った時に、俺はドラマ部だったんだけど、6人か7、7人いたの。7人いたんだけど、その中のメンバーが入れ替わったり、他の部署に転勤して戻ってきたりとかし、地方に行ったりしながら、今制作には20年一緒にやったやつが2人だけいるの。で、1人は芝ってやつで、それは、えっと、 結婚式部位を俺が、なんか、山ちゃんと一緒に作ったって話を昔ここでしたことがある音楽畑のやつで、今はもう平成に移動しちゃってるで、もう一人いて、そいつは、いじると、あの、名前出していじると、なんか実家のお母さんが聞いてるからダメだって言うから、あだ名で呼ぶんだけど、あの、パタリロって言うんだけど、<laughs> <laughs> <laughs> パタリロってあだ名なんだけど <laughs>、それ、俺たちは呼んでないよ、そんなあだ名で。あの、なんで、まあ AD で20年前に入った時に、 めちゃくちゃ怖い業界っぽいディレクターがいて、みんながその人を巨匠って呼んでたのね。<laughs> あだ名が巨匠っていうディレクターなんだけど、その巨匠ってディレクターが、とにかく周りのスタッフにあだ名つけんのよ。うん、だから、番組の、俺の先輩の伊藤 P だったら、お前は鼻が長いからピノだなっ、つって。で、ピノって呼ばれてたのね。で <laughs>、色が白いプロデューサーはイカって呼ばれてて、おいピノ、イカって呼ばれてて。で、俺、 あの、そういう、そういうノリが嫌いで、あの、普通のき、なん,か,なんか、大学生ノリとかが嫌いで、なんとか逃げて逃げてきて、業界に入、テレビ業界に入ったら、一番嫌いなノリがここにあったと思って絶望したんだけど、<laughs> <laughs> なんだけど、その班に俺は入んなかったから、あだ名をつけられることもなかったの。で、その巨匠とも触れ合うことなかったんだけど、その中に、その俺の同期が、あの、髪の毛がちょっと、 おかっぱみたいな感じだで、それでお前はパタリロだって言われてたんだけど、多分俺それカリメロの間違いだったう <laughs> <laughs> 俺誰もでもカリメロの間違いで、それがパタリロになったんだと思うんだけど、誰も言えない誰も言えない状態で、で、そいつ、あの、途中からパタって言われてて、<laughs> うん、X なんだよ、もう。<laughs> <laughs> もうそんなっ X なんだけど。<laughs> で、まあまあ、そのパターンがね、まあ、パターンなんて俺は呼んでないけど、<laughs> まあ、同期のパターンとは付き合いが長いわけ。で、もう、一番最初の出会いが内定した大学4年とか5年の頃に、内定者の飲み会みたいなのあるじゃん。まあ、内定した人で軽く飲みましょうっていう時に、渋谷の地と世界館とかで、そいつがトイレで酔いつぶれて、で、どこにも運べないけど終電があるからっつって、俺地と世界館で台車借りて、台車で、 あの、渋谷駅まで運んだっていう出会いなんだけど。<laughs> で、あの、まあ、そいつとの思い出、うん、で言うと、入社1年目ぐらいの時に、あのー、俺ドラマの AD やってて、一人だけ同期と全く触れ合わないまま地方ロケとかいろんなやってたからで、バラエティに戻ってきて、金曜の夜にバラエティの仕事してたら、何回もその、同期からパタから、あの、今、 新宿でみんなで同期会やってるから来いよって言ってる。いやでも仕事が行けないよって。いやでも同期みんな会いたがってるよって。佐久間と久しぶりに飲みたいって言ってるっていう。ありがたいねーってメールで返したんだけど。いやでも仕事終わんないから、うん。何時ぐらい終わんの佐久間って言われた。まあでも終電になっちゃうかもしれない今日はって。まだ働き方改革でもなくて、AD のペーペーの AD だからって。でもみんなで飲んでるからさ、同期会だから来てよって言われて。分かったよって言って。どのぐらいになるのいやほんと終電だなって言って、終電で、 新宿行ったの。どこに行んのさ、小間劇前にいるって言われからそこまで行って、どこで飲んでんだろうなでもみんなこれ朝まで飲むのかなとかと思いながら、小間劇前に行ったら、そのパターが一人だけいて、わーって手振ってから、あごめんな、店から出てきてくれて,てうんえ。みんなどこで飲んでんのって言ったら、それ黙って、あの、ナンパが、ナンパをしたんだよと。ナンパしたくて、で、もう全然うまくいかなくて。え、どういうことどういうことです どう聞はいや、あの、ナンパをしたんだけど、誰とも、一人でナンパをしてたんだけど、誰ともうまくいかなくて、誰か行ったらうまくいくかなと思うから、嘘をついたって言われて。<laughs> <laughs> 嘘をついて呼び出した。<laughs> え、ずっと同期会する嘘なのってう,の、ね、うん、嘘つつ。<laughs> 俺、社会人よ。<laughs> うん、大学生じゃないからね。<laughs> うそういう、それで、 <laughs> 小間劇三周目のナンパに付き合わされるみたいな、うん、そういう、まあ、めちゃくちゃね、結局誰も捕まらなくて、わたびで朝まで飲んだんだけど <laughs>、とかっていうのとか、あのー、そういう、なんつったり、なんつたりだろうな、そういう思い出ばっかり、うん。で、えー、っと、前、もう入社二年目ぐらいの時かな、入社二年目ぐらいの時は、みんなで、また金曜の夕方とかに仕事してて、で、六本木だからさ、あの、だ、し 入社2年目の4月ぐらいって、新、大学の新刊の時期で、あのー、600人慶応とか、そういう人たちのん飲んでんのが新刊コンパやってて。で、渋谷とかから、あの、買い出しから戻ってきた AD さんが、いや、渋谷なんてもう、新刊の、109万円の新刊コンパばっかりでしたよ。羨ましいね。俺たちも数年前まで一応大学生やったりね、なんて言いながら、みんなでカンペ書いたりしてたら、その、スあの、あぶない本名でぶちちゃった。<laughs> <laughs> その同期が、パタが、うん、<laughs> めんどくせえな。<laughs> 同期が、あの、俺は、うん、お前らと違って3月生まれだから、若く見えるから大、今でも大学生で通用するって言い始めて。いやいや、もう俺たち24だから通用しないよ。その、あの、わかん、分かっちゃうだろう。いや、俺は大学生として、佐久間は、あの、体がでかいし、お前はい、もうい、一年留年してるから、俺より一個上だから、 あの、大学生にはなれないけど、俺はなれるって言ってそういうもう超くだらない、あの、喧嘩、始めて、でお前絶対見えねえよ。いや、見えるよ、みたいな。見えねえって言っの。じゃあ行ってやるよって言うから、行ってやるってどういうことってった今から、新刊コンパやってるところに、段ボールとかでサークル名書いて、人集めてやるよって言うから <laughs>。え、どういうことって言ったらで、架空のサークル名とかいて、総慶オールランドとかいて、何人かでも、その、 まあ、たい新刊コンパって大体入れない人がいたり、そういう人も来たら、それはもうあれだろう俺の勝ちだろうとかって言うから。いや、勝ちか負けはしないし。<laughs> あと、そいつ別にそんなかっこよくいいわけでもないから。別に来ないと思うよ。やってやるよって言うから。じゃあや寄ってみろよって言って。で、段ボールに、総計オールランドって書いて、これ持って渋谷行くって言うから。<laughs> <laughs> え、ロケなのっていう。その。<laughs> え、ロケ、ロケなの <laughs> って言って。で、サークル名とかがないってかサークル名、サークル名でもありそうなの書いたら迷惑だから、ないやつ書いて、それで集まったら本当だからいいよ、つって。あの、カタカナで俺サクリファイスって書いて。犠牲ね。そ <laughs> うオールサクリファイスって書いて、そんなんで来るわけないじゃんと思いながら、行ってこいよ、っつって。生かして。で、あいつ何なんだよ、とかって,言って。で、1時間か2時間後ぐらいに電話か,かってきて。あの、パターから電話かってきて。すげえ集まってきたんだけどさ。<laughs> ダメだこれ、撤収してけどすげえ集まってきたんだけど、って言って、サクリファイスが、勃発して、社会人サークルが出来上がりそうになったっていう、っていうのがあるぐらい、まあまあ、付き合いが長い。で、そいつが大阪行ってる時思い出たくさんあるんだけど、くだ、本当しょうもない思い出しかないんだけど、そいつが大阪に転勤になった時に、あのー、 俺が仕事で近く行ったから、転勤だと寂しいだろうなと思ったから、大阪に飲みに行ったのね。で、わざわざ会いに行ったの。そゃそいつがめちゃくちゃ喜んで、ねえ、お今日は飲もうぜ、朝までとかって。まあいいよいいよ、まあ、あのー、今日泊まりだから。一軒目、そいつがよく行くっていう安い居酒屋かなんかで、ね、入って、ね飲んで、ねここ俺がどうせ来てくれたんだから、安い居酒屋。で、ね、払ってくれて。で、二軒目、行きたかった店があるんだよ、って。まあまあいい店ね。ね二軒目だから。 ここは、あっちが言うから、その空気出すから、2件目俺が払う。ま、うーん、うんって思いながらね。で、3件目。うん、3件目ももう、うん、酔っ払ってたから、薄くしか覚えてないけど、まあまあいいんですねこれは割り勘だろうっていう空気出したそしたら、俺が出そうでしたら、そのパターが、いや、ちょっと財布がねえって言うから。まあいいよ、そういうの。いいんだよ、あもう半分出すから。 じゃあ俺が全部出すいやいや、財布がねえんだよって。いや、だからもうそういうのはいいんだよ。な、いつまでこういうことをや、お、続けるんだよっていう、財布がねえんだよ。っていや、もういいから俺が払うから、そういうことじゃねえんだよ。財布も携帯も社員証も何一つ今俺は持ってないって言い始めて。<laughs> <laughs> <laughs> え、ちょっと待って、どういうことって言ったら、うん。どこで何を落としたかがもうわかんないえ、何年二軒目作間が払ってくれたからって。そっか。 で、結局、そっから朝まで、大阪の店を一個ずつ、その、回った店で <laughs>、あの、探したんだけど、結局見つかんないで、あの、そいつは処分されたんだけど <laughs> <laughs>。最 <laughs> 初なんかで、処分されたんだけど <laughs>。<laughs> っていう、まあ、前振りというか、まあ、そういう20年の付き合いで、うん、まあと、まあ、友達も友達やん。えそいつが同、同期だけは送別会やらせてくれっていうわけ。まあまあ、わかったわかったって。で、 そらそうだよねって言って、会社で偶然会った時に、ひどり出せよ、サくまって言われたから、分かったって言って、2週間後の、あの、同期には発表の前に、もうやめるって言ってたから、じゃあこの、今週月曜の、えー、夕方だったら空いてるから、で、緊急事態宣言あるからさ、お前、飯食うにしても、夕方ちょっとの1時間か2時間しかダメじゃん。だからもうの、も送別会ってわけでもないんだけど、まあ、じゃあ、軽く飯食うぐらいの感じで、ちょっと緊急話せよってうのああ、もうそう分かっと分かったって、言って、2週間前に約束したの。 で、3月の8日です、みたいな。そんでね、うん、1週間ぐらい経っても、何の連絡もなかったわけ。どこでやるんだろうな、みたいな。わかんない。そのグループラインにも何もなかったから、俺、先週の水曜日ぐらいに、まあ、だ4日前とか5日前、あ、木、木金かな ?4 日前か5日前ぐらいに、それ、さすがにどこでやるのかわかんないから、あの、その前の仕事の場所からどこに向かったらいいかわかんないから、 ま、普通、他の人にはやんないけど、同期だったらいいかなと思って、ちょっと嫌味な、ちょっとライン。うんと、月曜の件ですけど、店どうするって俺取ろうかって送ったの。うん。まあ、こんなね、嫌味なのに普段は送んないよ。あのー、気使うかそこは。でも、ま、20年付き合う同期だし、このぐらい言わないと動かないだろうなと思って、送別される俺が、店、俺が取ろうかっていう、半分冗談ラインですよ。それ送ったの。 そしたらそいつから、頼むわーって帰ってきて。うん、伝わんねえなーって。<laughs> 嫌味が伝わんねえなーって。俺 <laughs>、俺、送別される人ですよねと思って。うん。じゃあ、もうそっから、じゃじゃあ、あのー、もう、AD の頃よく行ってた、テレトンの近くの中華料理屋でいいよって。それか、あの、AD の頃よく行ってた相場屋から、まあ、どっちかでいいよ、懐かしいかそれでいいでしょっていう。 で、どっちもコストあるしね、ぐらいの感じを送ったら、あの、その、半日後ぐらいに、LINE の返事も遅いんだよ。だ半日後ぐらいに、OKOK、OK OK、じゃあその二つだったら前日にフィーリングで決めましょうって書いてきて <laughs>、うん。伝わんねえんだよな。うん。前日にフィーリング、そばか中華だったら前日のフィーリング師匠みたいな感じで帰ってきて。<laughs> うん。違うんだ送別会なんだよな、と思いながら。<laughs> まあでももうしょうがねえやと思って、前日にフィーリングで決めるんだったら、まだ前日だったらいいと思って、 で、あのー、前日だって言うから、まあ、日曜まで。日曜の昼ぐらいまで、何にも、まあ、俺決めなかったわけ。で、決めずに、あの、待ってたら、返答がないんだよ。日曜に蕎麦か中華も決めてくんないんだよ。だ <laughs> から、夕方ぐらいに、蕎麦中華どっちって <laughs>。俺、送別される側だよ。どっちの料理上、蕎麦中華どっちっても送ったわけ。そしたら、 あの、でも、やっぱり、それは当日じゃないとわかんないってい始めて。やっぱ前日そばか中華は当日じゃないとわかんない。当日の昼に決めますっていうのが返ってきて、あっちがイライラしてる感じのラインが返ってきたわけ。あの、そばか中華は当日決めますからみたいな感じじゃあ、当日なっていう,うに言った。当日の昼ね、仕事しながら、俺この後どこに向かえばいいんだろうなっていうふうに思ってたらあの、当日の昼に、 個室はどこも空いてませんでしたと。で、えー、中華のテーブル席あったんで、そこでお願いしますって言われて。ほらーって。じゃあもう個室ですらないからさ。本当に会社を抜け出したちょっとした飯じゃん <laughs> あの。同期3人の。でね。まあいいや。まあでもまあまあ同期とね。同期と飯食うこともそんなにないから、1年ぶりぐらいだったから、まあ軽く中華を食べて、 で近況、なんでやめることになったんだとかって説明して、それ同期にやった方がいいなと思って、夕方の5時半に、テレ東近くの中華料理屋に行ったの。うん。で、行って、で、俺遅れて行ったんだけど、ちょっと前の仕事があって。で、遅れて行ったら、その同期のうちのそのパターンの方が、メニュー見てちょっと親友な顔してるから、何なんだろうなと思って、俺座って、で、メニュー開けて。で、俺も気づいたの。で、ただ、俺は大人だから言わない。で、そのパターンの方が、 思ったより高いなって <laughs> <laughs> 俺も思ったのよ。でもあのさ、え、あの、何、六本木の中華料理屋で、俺たちよく考えたら AD の頃って、なんか仕事終わってたと、ラーメンとか、餃子だけ食べてたから気づかなかった。久しぶりに行ったら、まあ、あのち、ちゃんと一軒目で行こうとしたら、 酢ぶた4000円とか、その大皿4000円、料理4 0 0 0円の中華ってあるじゃん。餃子とラーメンとかだけだったら2000円ぐらいで収まんのに、うん。大皿見たら全部4000円とかって書いてある。で、それ見て、あの、明らかに表情が曇って、で、俺も思ったちょっと高いなと思ったんだけど、高いな、つって。春巻きでいいって言われて。<laughs> いや、ちょっと待って、俺の送別会だろうと思って。<laughs> <laughs> で、いやいやいややって、で、それはもう一人の同期もい,ていたから、いや、普通に頼もうよっつって頼んでくれて、で、まあ、同期の飯だからまあ、楽しいんだけど、終始、その、やっぱ俺心の中で、これ何の回なんだろうなと思いながら、ね、やってて。で、まあ、ね、緊急車制限だから店もさ、2時間もいられないから、それで、最後にその蕎麦を、ね、うん、食べながら、 あの、ズルズル食べてて、これ何の回だったんだろうなと思って、もう一人の動機と、あのー、そいつは編成に移動したから、ロナの編成みたいな話しながら喋ってたら、その、さっきまでそばすすってた、ズルズルって音が、なんかすげぇ、<laughs> みたいな感じで、なんかそのすすんのうるせえなと思って、で、汚ねえなぁ、汚ね食いがすんなと思ってパッて見たら、そのパターが、号泣してる佐久間、寂しいな俺はお前にやめてほしくないよって。 でもな、お前が旅立つところはみたい。だから俺我慢するって言って、<laughs> 3軒目っていうテンションで。そ <laughs> ば食ったら昔の3軒目のテンションに戻ったんだか知らないんだけど、<laughs> 3軒目っていうテンションで語り始めて、で、<laughs> 心の中で、え、これお前の送別会なんじゃねえのって思いながらやったんだけど、これが、あの皆さん、俺の唯一の、多分、今月やる最後の送別会です。<laughs> だっけね、まだだ大学生なんけ <laughs> テレビ東京の佐久間です。えー、ワンダビジョンはね、コロナ禍で図らずもこの MCU フェーズ4のトップバターになっちゃったんだけど、本当はなんか、バッキーウィンターソルジャーとかが先だったらしいんだよね。あの、ブラック・イードとか,だか。だったんだけど、まあ、な、これもね、難しい。本当にネタバレ、現金の話なんだよね。これもエヴァとかと一緒で。なんだけど、 あのー、本当に、ね、毎週一話ずつ配信される連ドラのダイゴミを、めちゃくちゃ野心的な感じで味わわせてくれるから、できるだけ情報知らずに、今だったら一気に見ても、もう、うわ、こんな風になるんだと思える、あの、最初とで最後は全然違う話なんで、あの、ぜひ、見てください。まあ、近いのはもしかすると、窓かマギかとか、ああいうのに近いかもしんない、あの、見た時のワクワクで言うとね、なんでおすすめです。はい。えー、メール来てます。 えー、千葉県ラジオネーム、フェルナンド・トミーです。X のパタさんなんですが、本人もパタリロが由来で名付けられた。<laughs> もう、本物です <laughs>。あ、そうなのえ、パタさんってパタリロ似てたっけどうなんパタリロの中に出てくるキャラクターっぽいところはちょっとあるか。ああ、へえ。面白えな。そうなんだ。 え続きまして、ラジオネームしょたくろう、ショタクロ映画館でのおしっこ対策ですが、大人用おむつが最強です。<laughs> いや、うん、それ踏み切れないなアスカを見ながらおしっこすることもできる <laughs> いや、もうそれはさ、それはもうプレイだよ、プレイ。プレイじゃん。確かに、うん、まあえー、進撃のアスカはね、結構ね、まあちょっと別にエロいシーンってわけじゃないけど、その、露出が多いシーンもあるもんね。 うん、でも、そのアンスカ見ながら、俺うん、あのなんか、でもちょっと人間変わんのかなおあの、おしっこをみんながしちゃいけないところでしてよくなるわけでしょお怖いよ怖いよ、えー、続きまして、えー、テーマメールですね。ラジオネーム、ラ,、えー、ラジオ見習い。 えー、埼玉のちょい田舎にある民宿に、妻と娘を連れて家族で泊まったことがあるんですけど、そこの民宿の、民宿の人が、ここの飲み水は井戸水から汲み出してるからとても美味しいんですよ、と、水をそのまま出して飲ませてくれました。しかし、新潟にある百名水の近くに実家があり、その川の水の飲み放題での地で育った私にとって、正直そんなでもなかったんですが、<laughs> こんな美味しいお水、初めて飲みました、と、笑顔で対応させていただきました。<laughs> ああなるほどね。うん、わかるわかる。ほんま、絶対にこっちの方が面白いもんなとかと思うね。面白いとか美味しいもんなと思うことあるよな。俺、あの、死んだ親父と小学校とか中学校の頃、 親父の田舎の山の方に行って湧き水がうまいみたいな風なところに連れてってもらったんだけど、連れてってもらったか、親父がガキのところから飲んでんだよ、みたいなこと言って、行ったところに親父と二人で上がってったら、確かに川の湧き水だったんだけど、親父が飲んでた場所は、あの、水道を運んでるところから漏れ出てる水だったんだよ。<laughs> あの、組んでる、水道みたいなやつ組んでるところから漏れ出るてる水だって、親父が自分で発見して <laughs>、 俺はこれを飲んでたんだって言ってて、二人で、子供心に親父の気持ちが分かりながら帰ったことがあって、湧き水でも何でもなかったっていう、親父が昔から飲んでたのは、水道水がただ漏れ出たやつだったっていうね。え鳥取県、鳥取県ラジオネーム、よもぎもち。大学ゼミの小雨の先生のベンツに乗る機会があり、すげえかっこいいですね。初めて乗りましたわ。などと感想を言っていたのですが、 これなぁ、中古で400万なんだよ。と、先生がボソっと言ってきました。これは、中古でも400万なんだよ、の意味か、400万でベンツ買えたんだぞ。お買い得だろの、両方の意味に取れてしまい、高いっすねと、安いっすねの、どちらを言えばいいのかわからず、ああ、わかるそうねへぇ、あれっすねさすがっすねははははは。 <laughs> と答えてお茶を濁すことしかできませんでした。わかるねなんか、謙遜してんのか、あの、褒めて欲しいのか、どっちかわかんない時あるもんね。うん。そう、女子の服装とか、髪切りすぎちゃったって言われた、え、例えば、例えば、うちの、の、AP さんとかに髪切りすぎちゃったんですよって言われた時に、そうだなって言っていいのか、そんなことないよ言った方がいいのかわかんないから、 おー、そうなんだーしか言わない <laughs>。もうその、女子の髪型とかそういうの言わない。<laughs> テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間の植木のオールナイト日本ゼロをお送りしています。メールが来ております。福島県ラジオネームあるある。ネタバレが嫌な方に注意です。現在 you コメ、YouTube のコメント欄で、無関係の動画にもエヴァのネタバレの書き込みをしている人がいるそうで、うわー、最悪。 エヴァなどのネタバレを知りたくない方は、エヴァとは無関係そうでもコメント欄を見るのも避けた方がいいかもしれません。どうすりゃいいんだよ、これ。<laughs> なるほどね。ネタバレテロ的なことをやるんだ。まあ、これは愉快犯だろうな。そういうやつもいるだろうな。昔、その、2ちゃんとか5ちゃんの前世紀の頃に全然関係ないスレッドにネタバレとかが投下されるみたいな、そういうのはあったけど、まあ、それに似たようなもんなんだろうな。嫌だな。うーん。 あと、テレビ番組とかさ、ニコニコで見てたりして、ニコニコで流れてきたら嫌だよね、もう。<laughs> <laughs> そういうの嫌だなえー、続きまして、三重県ラジオネームおまかせフェスティバル。来月の連載で最終回を迎える進撃の巨人ですが、僕は単行本で読む派なので、ネタバレを避けるために、ツイッターのミュートするワードから、進撃の巨人、進撃、巨人、最終回、などなど、約30ワードを封印しています。あ <laughs>、まあ、そうね。 うん。エレンとかミカサとかもそうでしょだって生死が分かっちゃったりするもんね。ああ、まあまあ、そりゃそうだよな。でもそんなこと言ったらキリねえだろうな。エヴァなんてだってキーワードとんでもない数あるからもう無理でしょ、とえー、続きまして。ラジオネーム、パン。なるほど。大人やおむつを映画館に入っていって、エントリープラグ内が LC 液で満たされるタイミングでおしっこすれば、もうそれは股間が綾波ですね。<laughs> 有益な情報、ありがとうございます。ああ、エヴァシモネタの中の最低のやつだな。あ俺のエントリープラグが LC 駅で満たされて <laughs> 股間が綾波です。いや、股間が綾波はよくわかんない。<laughs> あとやっぱ、こういうメール急に差し込んでくる人は個人情報書いてこないね。<laughs> ラジオネームしか書いてこないから、絶対にバレたくないっていう <laughs>。テレビ東京の佐久間です、えー。メールが来ております。 えー、兵庫県ラジオネーム、リオネルタッチ。万が一、万が一ですよ。放尿中、僕の新ジ君がロンギヌスしちゃった場合、魂のルフランですか <laughs> ああ、ああ、これはネタバレとは違う形で怒られるんじゃないかな <laughs> ロンギヌス、ロンギ、ロンギヌスって僕聞いたこと <laughs> ああ。 続きまして、埼玉県ラジオネーム、アクセル。これテーマメールですね。友達がキングヌーの大ファンなのですが、その友達はなぜか僕も同じくらいキングヌーに詳しいと勘違いしているようで、アルバムの感想を求められます。友達の情熱が凄す,すぎて、今更、実は詳しくないとカミングアウトできません。曲を聴きあさって必死に話を合わせてきます。ああわかる。まあそうだね。うーん。でもまあ、たまに、たまに、 その、ちょっと、プライド見せて見たふりしちゃうときもあるよね。うん。ゴッドダウンド会議とかでも、大倉さんが、その、すべてのお笑いグランプリとか、その賞レースとか、もうそうだけど、みんな見てる前提で話すときあるのよ。でも、<laughs> まあ、 後で見ようと思ってて、ごつくかけって、月曜朝一だから、例えば、何まあまあ M1 は見てるけど、M1 の後の反省会とかさ、そういうところはね、見てなかったりするじゃん。でも大倉さんはもう全員見てる前提で話し始めるから、話合わせてる時もたまにあるよね。うーん、そうっすよーって言っる。<laughs> <laughs> で、巻き入れる時とかあるからな。うん。ラジオネーム、豚キムチ定食。友達から中国の見たことも聞いたことのないメーカーのスマホを出して、 いいべ、8000円だぜと見せびらかしてきたので、僕はとっさに、8000円安いなーって言ったけど、本当はスクロールカクカクだなーって言いたかったです。<laughs> <laughs> やだなー、スマホのスクロールカクカクなの。<laughs> スマホの意味ねえしなあー。スクロールカクカクの状態で売ってるやつもあるんだな。あまあでも8000円か。 え続きまして、目黒区ラジオネーム、タイケラファエル。友人の演劇を見に行き、つまらなかった時に限って客出しでその友人と出くわしてしまい、感想に詰まることがよくあります。うーわ、わかるわ。わかる。そういう時は帰ってからじっくり考えたいから、今は言葉にしない毒は、お疲れと言って逃げるように帰ります。あー。うん、わかるわかる。特に、自分で、あの、見たいなと思って、 たり、仕事したことある人の場合は、あの、大体いい面白いから、まあ、例えば、その、シベリアン土役にしても、ね、根本修子にしても、ちゃんと面白いから、あのー、いいんだけど、急に誘われて、キャストね、特にキャストの方、クリエイターの方に誘われた場合は、なんとか覚悟してんだよ。でも、キャストに誘われて、全然そんなに知らないクリエイターに見に行った時の場合は、俺も先に言っとくもんね。あ 俺今日時間ないんでこう学野挨拶できないと思いますっ、ね、て。あの、それは面白くつまんないとかじゃなくて、面白かったら後で送るしっていう意味で、もう学野挨拶自体をやめ、やめてすぐ、あのー、何にも言わなくて済むようにするっていうのはある。うん。えー、こんなメールも来てます。神奈川県ラジオネームチワワの空振り。思い出掲示板うんサクティに投稿されたエピソードは僕たちも使っていいんですか 明日はバイトの面接あるんで、そこで、花丸亀うどんを試したいです。<laughs> ああ、それは全然 OK です。OK で、一応使った場合は、使った、あのー、結果、もうこっちに返してもらえれば、全然それは我々が、あのー、もうそれが対価ですから。そのエピソードもらえれば大丈夫なんで、全然使ってくれて構いません。なんだったら、あの、さっきのイノシシのね、長いトークを面接でかましてもいいよ。その、スキルがあるんだったらね、覚えて話せる。それは全然構わないですから、やってください。えー、佐久間のベキのオールナイト日本ゼロ、そろそろお別れの時間です。ミクチャでは番組終了後にアフタートー そそちらににご覧くださいそしてののシェア機能を使うととここ番組は友達におすすめすることもできますえー、メールです。ラジオネーム、道端のタンポポ。バイトの面接でサクティのエピソードトークを出したとしても、その面接官がこのラジオ聞いてたら、その瞬間終了ですよね。はいや、逆にチャンスだろ。めっちゃくちゃ盛り上がる、絶対ね。うん。いやいやいや、え、最近ラジオ聞き始めたラジオリスナーの絆舐めんなよ。<laughs> ラジオリスナーはな、お互いの、お互いの同じラジオを聴いてると思った時の結びつきがすげえからな。いや、本当に絶対盛り上がるよ。え もしかしてってことは、イノシシの話も、俺も超面白くないって <laughs>、なるに決まってるからね。ああわかるわかる。俺だって、中学とか高校の、あ、こうじゃ、高校の頃のバイト先で、ラジオ聞いてる人に、その先輩のバイトの人に会っただけで、その人の子何倍も好きになったもんね。ああそういうのあるよね。ああいや、深夜ラジオってそういうパワーがあるからな。はい。えー、開けて、3月11日。 えー、3月11日ってことは、東日本大震災からちょうど10年ですね。えー、いやー。なんかね、やっと10年っていう感じがする。なんかなんでかっていうと、まだ全然、俺は時々やっぱ地元に帰るから、うん、まだ前みんな平成のふりしてるけど、言えてる感じはしないし、うん、ちょっとその穴とか言えることないなっていうのはすごい思うんだよね。うん。で、これは地元に帰るために思うし、お袋と話してても思う。 し、地元に住んでる友達とかと話してもそう。それは、えっ、ー、とー、なんか時間で傷が癒えるって言うけど、決定的に言えないものもあるなっていうふうに思ってるし、だから俺たちができることは、こっからまた10年、なんかその日常を繰り返していくことだなって思うんだけど、だから、一つずつ思い出を積み重ねたりしながら、 日常を緩やかにもう一回取り戻していくこと。10年で取り戻せたものと、まだ残ってるものを埋めていく作業だと思うんだけど、その横になんかやっぱり、あの、必要になるのが、俺は不要不急って言われてるけど、やっぱりエンタメだと思ってて、これはコロナの時にも思ってたんだけど、俺この10年、うんと、その地元の友達とか、あの、そういう人たちと接してても、あの、エンタメって、すごい辛い、 時には役に立たないかもしれないけど、そっから立ち上がるときのちょっとした力になると思うし、そういう意味で言うと、ラジオってそこに一番寄り添えるメディアの一つだと思うから、うーん、一緒に生きていきながら、その心がちょっと楽になるようなエンタメをやっ作っていきたいなと思うし、それの一つがこのラジオだったら嬉しいななんて思いながら、えー、こっから、えー、やっていきたいと思います。そしてみんな、あのー、 ちゃんと災害には備えましょうという意味で。この後4時半から上柳正倉朝ラ家です。ぜひお聞きください。えー、4月以降もよろしくお願いします。やろうども、港に別れを告げろよ、そろテレビ東京の佐久間信行でした。